私の最大の宝物はヨガを練習できることです。私は20年間ヨガを練習しており、体と心のバランスをとり、人生の贈り物に感謝することを学びました。私はたくさんの友達を作りました。彼らは私たち自身の翼が飛ぶこと、思い出すのに苦労している時に私たちの足を持ち上げる天使です。